なんかね、プチプチ切れる。今、ちょっと、ちょっと、配信。れこれね、ちょっとホ、ホラーハウスの方。ええー、と、どうか、<laughs> もう、もう、とんでもないことになってる。どうしようかな。ちょっと、背景がね、どうだうまいこと言ってるゆかちゃん入ってるよし、ここならば大丈夫だ。持ってきた。違う部屋に持ってきた。はい。 さっきの続き。おお、顔見えた、石見えた。どうしようどうしよう。まあ、やばい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 。<laughs> 今日、ノンメイクノンメイクっていつものメイクやけど。アニメの方、ありがとうございます。開封の儀です。えっと、今一つ、えっと、はい、これ、これが、えっとね、50ピースで、ちょっとね、金額の方がね、わかんないなんです。金額が書いてなくって、でもね、全部で1万6000円ぐらいの買い物だったのかな。 いや、これ6000の方かもしれない。ちょうどね、わかんないんですけど。<laughs> あ、これでも、待って。うーんとね。いや、1万6000の方じゃないかも。あー違う。6000の方だ。多分。これね、中は見れないんですけど、今度ね、これが50ピース。もうちょっといっぱいね。これね、ガーンと。ビーンと。 でね次ちょっとねかわいいねこれ何に使おうかなーって感じほら見てほら猫、ね、の足跡のカボジョンって言うんですけどこれねえっ、ー、とこのまあ大きさのうんとアクセサリーパーツがあるんですけどそれにまあ貼り付けたりレジンで封印したりまあいろんなとこに貼り付けたりするんですでこれが足跡のパーツかなで これ,これね、この猫ちゃん、なんかぼけてるね。猫ちゃんのパーツ、見えるあ、見えた、見えた、これ見えた。いろんな猫ちゃん、これもね、この形のね、あのレジンパーツがあるんです。で、それにね、はめて、うーん、ペンダントとかを作ろうかなーって思ってます。なんかいろいろといろんな猫ちゃんいます。次、私といえば、猫とか、あと、バトルシカです。 これね、前からは違う、あのー、アマゾンとかでも買ってるんですけど、こういうね、あの、カバンにちょっと付ける。パーツ。これ、いっぱい、何種類か入ってます。これね、あー、ラブさん、こんにちゃこんちゃーん。<laughs> これね、マトリシカの、かわいい。あの、ね、以前にちょっとね、買ったことあるんですけど、で、このパーツ、ゆっくりしてくださいね。ゆっくり見ててください、ラブさん。コロナやね、ほんとに。 もう、コロナがなければいろいろ遊べるのにね。まあ、これ、えっ、ー、とね、これが50ピースですね。で、ちょっと待ってくださいね。ここに置きます。でね、猫ちゃんの足。これが猫ちゃんのパーツ。ちょっと遠いからね、見にくいね。これがね、こんな巾着です。次 これも、これはね、アクリルパーツなんです。なんかね、ピンクだけがすごく安くって、これね、多分、見えてないと思うんですけど、一応ね、猫ちゃんの形なんですよ。お座り猫ちゃんみたいな。これ何に使おうかなっていうよりもね、安売りだったんです。<laughs> 安売りだったんです。50ピースですね。うん、マトレッシブかわいいでしょ。結構いろいろもら持ってます。で、これ。 これもあのちらっとチラチラーっとあるようにね。猫ちゃん、猫ちゃんです。もうな猫ちゃんばっかです。ちょっとカボジョンカボジョン、猫ちゃんの足跡と猫ちゃんの大きいのと猫ちゃんのちっちゃいのね。カボジョンって言って。これはレイジンで封印したりとか。あとはえっ、ー、とこれとぴったり合う。あのアクセサリーパーツっていうか、なんかすごくポケてますよね。これなんでかな？朝目の方ありがとうございます。うん これ、なんでボケてんのかなめっちゃ近いとボケてないのよ、ほら。遠いから。ちょっと話すか。なんか、なんかどっかに、どっか、変なとこに視点あってるよね。あ、今あった。あ、よし、よしよし。今あった、今。でね、またるしか可愛いっていうことで、今度はね、これ、昔買ったことあるんですよ。これは、あのー、ファスナーとかの、 パーツとか、ストラップとかにするんですけど、これもね、マトリョーシカのね、ちょっとメタルパーツです。このね、木の方もね、可愛いんですよ。これもね、ボタン、ウッドボタンなので、よいしょ。ほらほら、ウッドボタンなんでね、穴開いてます。ほら、可愛くないですか、これ。マトリョーシカ。 これね、前に買った方はね、本当にあの、ロシアのマトリョシカって、そんなに可愛い顔じゃないんですよ。<laughs> でもこれは、めっちゃ可愛い顔にできてます。次。はい。これ、シリコンモールド、猫ちゃんです。これね、えっと、シャカシャカタイプって言って、この中にあのビーズとか、いろんなのを封印して、こう、カチャ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 って、できるタイプのシリコンです。 で、ここにレジンを流し込んでえっ、ー、と、まあ、あのビジ、ビーズなど入れてで、蓋をしてで、またレジンでちょっと縁を固めてバチャチャカシャカシャカシャってなれるようなまあ、ペンダントであるとかストラップであるとか作れまーす。これねいいですよ。これもねまた作ったらねえっ、ー、と、公表したいと思います。やあとはなんだろういっぱいある。 ああ、これね、この、これね、ちょっとちっちゃいのかなこれマスキングテープ。ああ <laughs> シュウさんこんにちはーはーい。シュウさんもね、あの手作りとかよくされているので、興味津々かと思われます。これね、えっ、ー、とね、 大体この巻きかなこれよりもちょっとちっちゃめになるのかなこれちょっと少ないのかなとは思ってるんですけどこれね猫ちゃんのマスキングテープです私もあのセリアとかダイソーとかあのキャンドゥとか行くと、ま、マステ大好きなんですよでもね超あのマステ100均にあると必ず猫ちゃんのやつ買っちゃうんですけどこれね47円ぐらいだったんですよでねあんまり安くても結局はあの輸入なので送料がね すすごく高いんですけど確か、えー、と初回はちょっと割引のあのがあってねそれがね1500円,円ぐらいかななので20003000円ぐらいかかる、まあはい、あの発送料だとしても、まあ、値引けば安いぐらいかなほとんどねこういうのも1000円未満ですね1000円以上になってるのもあるんですけどねこのねシリコンのパーツなんかは 普通、通常、100均やと110円でしょだけど、あの、1個を狙えばいいんですけど、ほぼほぼね、いつも5個とかね、10個なんですよ。こういうのが10個来るらしいんですけど、一応、1個のを目指してみて、で、これがね、100円未満なんですよね。いつも。だから、まあ、でも、もしかすると大量に買っちゃうと、あの、送料とか、あと手,手数料はかかんないのかなで、えっ、ー、と、100、 うーんと、なんぼえっと、110円以上になっちゃうかもしれないんですけど、これ今度次です。これね、ちょっと見にくいんですけど、ま、招き猫です。これね、アクリルパーツなんでね、めっちゃ軽いですけど、これも、まあ、プトラップとかをちょっと可愛いもの作って、それで、あの、またおまけだったりとか、プレゼントだったりとか、まあ、売ったりもすると思うんですけど、ちょっとどうなのかなと思って、結構ね、チャチくはないです。あの、ツルツルツヤツヤですね。あの、お顔とかも、 しっかりと、あの、見えて、うんか、かわいいよ。またね、ラブさんもまたお近くなんで、お店とか、イベントとか来ていただけたら、また商品にして並べると思います。うん、綺麗なね、やつです。次はね、これね、昔、あ、これ、ちょっと待って、開封の、開封なんですけど、結構開封ができない。よいしょ。 今度はね、これもね、招き猫じゃないんですけど、私ね、これはね、ずっと通常よく使ってるんですけど、これね、見てください。猫ちゃんのストラップとか、いろんなの作るのね。ほら、こういうパーツあるんです。ほら、見て。ほら、見て。これ、ストラップにね、よくしてたんですけど、最近ね、ちょっとマスクを作るのをやめて、 マスクチャームっていうのを作ってるんですけど、うん、可愛いでしょ、これね。これね、昔は、えっ、ー、と、楽天とか、アマゾンとかに売ってたんですけど、最近見ないなぁと思っていたら、結構ね、安くで。安くでって言ってもね、800円ぐらいですかね。だから、だいたい1個50円に2万でもまあ、送料とかもあるので、これまあ、ブレスレットっていうとちょっとゴツゴツしてるので、 ちょっとでブレスレットはしにくいですけど、これかわいいです。ストラップとか、お守りとかね。一応ね、なんと8色ぐらいあるのかななので、一しょかわいいです。次は、これも、なんか、パーツにしようか。これね、ちょっと見にくいんですけど、これもね、招き猫なんですよね。 マネキネこれちょっと表向いてるのがなあこれかなちょっと見にくいかなでもねちゃんとよくよく見るとお顔があってって感じで招き猫あっほ、うんとにイベントでもあのラブさんイベントも来月は6月結構いっぱいあるのででね一応一応今お友達とあ,あそうですそうです <laughs> そうですそうですもう私も間違えちゃった今日から6月今日から6月ですそういえば。 そうで,すで、えっと、6月は毎週日曜日どこかでイベントしてます。まあ、高島市内ですけど、でもね、来月、再来月ぐらいからちょっとね、コロナのワクチンをちょっと私はちょっとまだ多分打てないとは思うんですけど、あのもう一人の,あの一緒に終点する方が、あのワクチンを打てる年なんですよ。<laughs> あんまり言うと、年がバレるので言、言っちゃかわいそうなんで言わないですけど、あので、私はもうちょっとまあ、 何,何,何ヶ月か遅れてワクチンを打つと思うんですけど、そうするとね、結構あの、市内じゃなくて、市外で、まあまあ、滋賀県内であの、イベントができるらしいです、なので、まあ、さっさとワクチン、怖いんですけど、打っちゃって、あの市外を出たいと思います。 そうなんです。うさんはね、ちょっとね、遠いところなんで、なかなかあれですお会いはできないんですけれども、ネットはね、私、昔はね、販売してたんですよ、あの、オークションとかで販売してたんですけど、やっぱりあの、なかなかね、子供がその時はちょっと小さかったので、発送とかにねな、手こずっちゃって、やっぱりそういうのできないと思って、ね、イベント、私もね、うさんのイベントとかねあのお、お店とか行きたいんですよ。あの、 お手,お手伝いなのかな働いたらるのかななんですけど。あちょっと電波があれですけど、イベントね、行きたいです。お互いイベント行きたいですよね。どんなイベントも行きたいですよね、ラブさんもね。本当に、あの、ここ、あの、一応、シューさんもラブさんも、あの、お、お、お中菜さんなんで <laughs>、あれですけど、お中のね、イベントとかもね、行きたいんですよ。もうなんか、行きたいなって思った頃には、結局、あの、なかなか、あの、いけ、行けないというか、 コロナでね、行けなくなっちゃったので、お会いすることは、ねえ、そう、おちゅおちゅね、いい、いい、いいの分かってるの。行きたいの。今度はこれね、これね、ウッドピーズです。これもね、結構ね、ほら、カラフルでしょ。にゃんこちゃんの。ちょっとね、ランダム色なので、あれですけど、これね、ちょっと上に並べますね。並べてみますね。これね、ウッドピーズで、大きさはね、えー、っと、横が1.5センチ、縦が1.3センチぐらいですね。 これね何に使おうかな何に使おうかなって思ってバッグのちょっとワンポイントにあの貼り付けてもいいかなとも思うんですけどボタンじゃないのであの貼り付けるっていう形はちょっとできないのかなペンダントとかもいいですよねウッドビーツばっかりを集めたちょっとビーズのペンダント私はねあの金属アレルギー持ってるんですよなのであまりチェーンとかそういうものを使ったペンダントとかブレスレットをちょっと作らなくってあ,あれですね あんまし明るい色ないですね。赤、ピンク、紫っていうのがちょこちょこっとあるんですけど、ちょっと暗めの色が多いんですけど、でもまあ、私ぐらいの年的ならば、あの、いいかなって感じでしょうかね。よいしょ。よいしょ。次は、あ、これね、私、さっきのやつのね、これね、さっきと、ちょっと電波が大丈夫かな。これね、さっきの、あの、 これ,これとねまた違うんですよな。どこが違うかっていうと一緒。今の先ほどのこちらのは縦。縦、えー、なんです。今度はねこれはね横。横穴、ね、なんですよね。横穴。なのでこう真ん中にねちょっとしたビーズとかを挟むとかあのするとこうブレスレットには多分横穴の方がいいでしょうかね。 これで天然石とか混ぜて、ちょっとブレスレットなんかにするとか、かわいいかもしれません。はい。これちょっと2つね、陶器、陶器なんです。これ陶器でできます。陶器でできてまーす。で、先ほど、これはね、これちょっとちっちゃいんですけど、これもね、100円ぐらいだったかな。大体ね、あの、こういう、もう、トとりシカのパーツってなかなかないんですけど、これね、ちっちゃくて見えないんですけど、マトリョシカなんです。 で、これビーズです。先ほどのはボタンとかな、ボタンとかちょっとしたパーツだったんですけど、これはね、ビーズなんですよ。なので、まあ何に使おうかな。マトリョシカ好きやから買ってみましたって感じなんですけど。よいしょ。次、もうね、でもね、最後ですね。このね、これちょっとリアルっぽい、ウッド、ウッド,ウッドボタンです。ウッドボタンで、先ほどのはマトリョシカなんですけど、 今回のはね、猫ちゃん。よいしょ。なんかこれもいろんな色ありますね。ちょこちょこっとこボタンがあって。なんか3種類、4種類ぐらいなのかなあ、でもこれにブルーもあるね。ちょっと今、ま、中の方に入ってて見えないですけど。これもまあ、カバンにつけたりとか、あとはね、私、あの、 子どもさん用にねあのピンチって言って木製のこうピンチありますよねパンチみたいなピンチみたいなやつあれにねペタッとつけるとあの可愛いちょっとメモバサミみたいな感じで。であの 大体ねそんなにね私の商品って高くはないんです、1個、ね、500円前後ぐらい、1000円もいくようなさあの商品はないんですけど、あのそれでもやっぱりあのお子さん連れであのお母さんがいらっしゃって、お母さんがね買って、あのやっぱり子どもさん、欲しい、欲しいってなるじゃないですか、でもあの子どもさんが欲しい、欲しいなった時でも、あのちょこっと買えるようにね、50円だとか。 あのー、まあ最低ですけどね、五5 0円の商品を用意をさせてもらっているんです。さあ、これがね、全部で6000円のやつの方うなのかな。私ね、2回、あの2つ、二つ荷物で分けて買っちゃったんですよ。でね、多分ね、これはいや高い方やと思います。<laughs> 多分ね、カボジョンがね、結構これ、 何ピースかな全部50ピースずつぐらいでこれがね多分1000円以上してると思いますでも50で考えるとまあアクセサリーがまあ50本とかねあク風さん初めましてお初です初見ですかねありがとうございますお疲れ様ですいらっしゃいませで一応ねこういうのがちょっと高いのかなって思ったりしますでもまあ一つ またね、あの何ていうのかな、あの明細をね、見ながら、これがいくらっていうのをちょっと袋に書いてね、でそこからちょこちょこと使っていこうと思うんですけどね、このね、アクリルパーツもね、500円くらいやったと思います。なので、まあ、1個300円くらいとかでストラップ作っても全然大丈夫なんで、さあ、並,び並べても、並びきれないかもしれませんが、こういうふうにね、この巾着がね、結構ね、 いいいじゃないですかこれ巾着猫ちゃんんのここれれいいいと思いませんこれねこのままでもいいかなとも思ったんですけどしっかりしてるんですよこれ本当にしっかりした巾着で。自分で手縫いして巾着とか作るよりもこういうのでプレゼントで渡したりとかプレゼントねこれしてプレゼントとしてこのこの中に入れてあの売る,売るというか。 プレゼント,ゼントラッピングいたしますみたいな感じでねよくこういう袋とか使ったりしまーす。一番の一番のお気に入りは何だろううんーだなこれねもう最後なんですよ。なんかもっとあったような気もしたんですけどそうでもなんかないような感じかな。 でも、全部猫とマトリョーシカばっかですね <laughs> 今回は。あのね次のやつかなもう一つの袋の方はあのー、ドクロパーツですね。あのー、ギャーンってこれねここ見せて見違う場所なんですけど見てもらうと分かるんですけどこんな感じでちょっと怪しげんなこけしだとか怪しげんな人形だとか怪しげんな骸骨とかがね えっと、私の相方の京也ちゃんっていう子が大好きなんですよ。んで、私もあの大好きでミステリーとか、えっ、ー、と、そういうものがすっごく好きなんですけど、これもね、百均とか行くとね、集めちゃうんですよ。こういうあの、血のりの壁紙とかね。<laughs> でね、これは私、あの、ヒガンバナが大好きで、でね、前にね、シュさんがね、多分、スプレー、こういうね、ゆりっぽいやつを、 あのスプレーでなんか赤くして彼岸花に見せるようにしてはったのがあってでこれをねどうするかっていったらここの,あの男の間のところに <laughs> めっぱい飾ろうかなと思ってたんです彼岸,花彼岸花とこの怪しげなグッズで飾ろうということ。 ちょっと提案してでねここずっとこの和室あね作った作りましたよねあれをねちょっとねあのまあ、ヒントにと言ったらいいんですけどあの売り物にはしないんですけどあのここのね床の間にずらーっとあの植え付けるんじゃなくてまあ、飾ろうかなーっていう感じですね。でこの部屋はちょっとまあホラーな感じで行こうと思いまして。 で、ここはまあ私のハロウィングッズなんですけど、これもね、相方の今日やと、あのー、相談をして、あのー、ちょっとね、ハロウィンは可愛いので、ハロウィンシーズンだけ置こうかっていうことになって、でね、ここがう、私、ここのお家は、えっ、ー、と、次男さんのお家なんですけど、誰もあのー、ないんです。<laughs> あの、仏壇がないので、ここの仏壇のところに、ちょっとね、人形をね <laughs>、 あの血のりの人形をぶら下げてで結局ここを自分と,、えー、と京也と相方と2人の撮影するところにねしようかなと思ってただいままだ奮闘中で、えー、と,とりあえずね窓のところもあのカーテンも何もないのでちょっとカーテンは赤と黒の布で作ってみたりとかでしようと思ってますでこちらは、えー、と第2の作業所ですっていうかの自分の泊まるところですね、えー、とこの間買いました 布団です。<laughs> ここで寝、ね、泊まりがもうちょっとしたらできるということで。そうなってくるとね、また配信とかはいっぱいできると思うんですけど、申し訳ないですね。ちょっとこんなね、こんな配信で <laughs>。開封だけじゃなくなりましたけど。はい。こういう、ちょっとね、面白い。これでもね、100均なんですよね。これね、なんかパッチン止めですね。骸 <laughs> 骨の形の。で、手作りでも、えっ、ー、と、骸骨のシリコンでやるとか、 あのいろいろとあの集めてそういうところのねパーツを作ってあとハロウィンのパーツになるとあのお化けとかもあるのでそんなんでねアクセサリー類とかも作ってみたいかなと思ってますちょっとハロウィンになるとねちょっと可愛すぎるんでめっちゃ楽しいですよ <laughs> いやいやいや朱さんもね結構あの楽しいこといっぱいされてるんでね本当に感化されるというかあの私も頑張らなきゃっていう思いになるんですよね。<laughs> <laughs> ねあの楽しいことにも本当に一目そでの一直線であのやっていくのがあの自分のコンセプトなのでもう人が人に何を言われようが何しようが好きなことをやってもう好きなもう人生は一度しかないので <laughs> <laughs> 好きなことをやっていようかなと思ってえっとね一応ねこのラッカー買ってみたんですけど柊さんもラッカーでしたっけなんかこうあこれ 絵の具ででこうペッペッとらはったんでしたんしけどどっち分か,かんないですけど一応アクリル絵の具もあるんですけどこのラッカースプレーでシューッとした方が早いかなと思ってこれ買ってみましたこのね、えー、と何入りっていうのかなリリースプレーあちょっと見ないリリースプレーこれがね結構このこれ1個なんですけど2個合わすとねひが花によく似ちゃうんですよあの一個だと全然ダメなんですけどこう 2個合わすとね結構あアクリスになったらやっぱりそっかなどっちかなと思ってたんですけどねもうまあまあ一応、あのー、どちらも試してみようかなとこうするとね2つ合わすともうめちゃ彼岸花にね似てるんですよあとはねサイトで調べたらえっ、ー、とこういう折り紙とかでも作れるらしいんですけどこれ真っ赤なストローこれをね切って、あのー、くるっとこう何、まま、て言うかな 引っ張っっ張てちょっとぐるっと丸めたりとかあの,花,先の、ね、花びらの先を丸めたりするとこれでもねなんか作れるらしいんですよ。<laughs> 一応見るだけ見て作り方はちょっと見ないで何で作れるかっていうのを検索してあの買うだけちょっと買ってみたんですけどねこの真っ赤な真っ赤なストローです。なんかストロー細工っていうのがねあの結構流行った時期というか流行,って流行ったというよりもしてはる人がいるみたいでエビとかねなんか恐竜とか何かいろんなもの作ってはる人が、ね、あとね、 これね、あの、お花のポンポン作る。ああ、ありがとうございます。えっ、ー、と、なんだから、ラ、ラ、ル、ルー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 ス、ルー、ルービ、ルービドンじゃないしな。乾 <laughs> 杯、乾杯したごと子さん。<laughs> ごめんなさい、お茶ありがとうございます。これをね、ちょっとね、ここ、なんか、花びらの形に切って、その、まとめて、 彼岸花みたいにもね、してもいいかなと思って、これもちょっとね、とりあえずは買ってみたんです。一応ね、いろんなことを試作して、いろんなことをやってみようと思うんですけど、ただね、ちょっと相方とね、あの一緒にやっているので、あのなかなかね、あの、火が合わなくて、やね、ここね、あの、こういうのもね、作ったんですよ。これ今年の、えっ、ー、と、よいしょ。今年のハロウィンの。 作品です。ちょっとこれ後ろ、ちょっと避けますね。ちょっと抜けますね。これね、これがっ、えー、と一昨年作ったのかなもうあと3つぐらいしか売れてないんですけど、これが今年作ったあのハロウィンの置物です。スノドムみたいにはなってないんですけど、こんなんとか、このハロウィンの、ハロウィンの作品を作って。結構ね、これが好評で結構売れてまーす。 また今年のハロウィンもお目見えすると思いますけどこういうのもねえっとここの配信するところに飾ってはあのお客さんにねこういうここのえっと配信してるところに入ってもらってあのアクセサリーとかもそっちの方のねアクセサリーとか売って本,本あのこっちのお店とかイベントでは猫とかマトリョシカのあの作品を作ってあの歩きたい,で歩きたいと思ってるんです、は。い そしたらねあとえっ、ー、と4分をちょっと切ってしまいましたので、ね、多分この今日入ったこのパーツはえっ、ー、と送料込みでね1万6,000円ぐらいだったんですよ。なのでちょっとまあたあの戦いかなーって思われることは悪いなんですけどでも結構なんか気に入って。 たのとあと楽天とかえっ、ー、とアマゾンとかではなかなか手に入らないものもいっぱいあったので私的にはまあ満足かな <laughs> と思います。はいこんなんだったりとかこんなんだったりとかでえっ、ー、とね重さですねえっ、ー、とこの乳乳のここの,あのパンダホールさんのは、えー、と重さ。 で、多分重みがあると、あの、あの料金が変わるんですよ、送料の。なので、ちょっと、ちょっと今回はね、この重いものを頼みすぎたので、多分あの、料金がちょっと上がったのかなとは思います。でも、あのー、満足です。<laughs> 満足です。何点かな忘れましたけど、10、16点。16点の購入です。はい。えっと、そしたら、えっと、3分切りました。 えとこの様子はまたあの YouTube の方にも載せたいと思いますしまたあの次ね次回来る、えー、パンダホールさんの開封も、あのー、やっていきたいと動画にしてやっていきたいと思いますこちらの YouTube の方にまたアップし,ますし直しますのでよかったら、えー、見に来てください <laughs> 見,に来だっ見,て見に来てもらった人に見に来てくださいっていうのはあれですけれどもまた次も。 あの動画来てくれ来ていただけたら嬉しいと思います。2名の方ありがとうございます。どかなしえっとしさんとえっとどちらの方かないっぱい来てくださったんですけど、今おられる方はちょっとわからないですけど、2名の方あラブさんとしゅうさんかな。ありがとうございます。はい、また来てくださいね。えっとこれだけじゃなくてちょっと。まあ、あのホラー動画とかあのー、いろんなとこパワースポット動画とかもはい言ってますので、またぼちぼちとはい。 あの、更新していきたいと思います。それでは本,本日はどうもありがとうございました。